前回の二神を探せの答え合わせ。俺は神社の木のところからネネちゃんたちを見ていたぜ。二人とも可愛いよな。うふふ。5月は全然セーブを稼げなかったのだ。6月はしっかり稼ぐのだ。5月終了なのだ。5月はほぼトントンだったのね。4月の勢いはなかったのだ。モイネロが取ったか。ライオンズピッチャーを変えてきました。本田降板。9回の裏、4点を追いかけます。塁打まであと9本としています。打ちました。1、2塁間抜いていった。先頭出したか。大城いいバッティングを見せました。バッティング投げました。打った。よし。源田ボールを掴んだ。2塁フォースアウト。セーフ。1塁はセーフ。ダブルプレーなりません。ピッチヒッターはジャイアンツから6球目。ナイスボール。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。マシンガン代打なのだ。代打は石川。ジャイアンツ代打構成に出ます。第9やばました。打ちました。初球打ち、レフト方向へ持っていきましたが、聞こえたか。ボールが抜けていった。おい、中継回った。一マジか。今のレフトの守備が悪いの。なんかおかしなところあったか。ここで余計なワンモーションがあったのだ。確かに今のワンフェイクなければギリアウトだったかもな。バッターは3番ローカー。第9投げました。初球を打ちました。1、2塁間への当たり。走れ走れ。邪魔で笑った。そのままベースに入って3アウト。ゲームセット。ライオンズ見事勝利を収めました。さて本日外国人に強くなったのだ。お早速失点してしまったのだ。まあ切り替えていこうぜ。今日は僕のプレイヤーズデーなのだ。プレイヤーズデー。頭が。そうなのだ。しっかり出番を作ってほしいのだ。さあどうかな。埼玉西武ライオンズ対東京ヤクルト。出番来たのだ。よかったな。ピッチャーを交代します。しっかり仕事するのだ。森脇降板。ピッチャーは連敗ストッパー。いよいよ最終回を迎えました。第4球は変化球。空振り三振。投げた。パーム。空振り三振。ライオンズここは何としても抑えたい場面。打ちました。1、2塁間のゴロ。殿崎取った。ヤッホー。ゲームセット。ライオンズ完璧だったのだ。勝利を収めました。さて本日のヒーローたちのインタビュー。プレイヤーズデー大成功だったな。三者連続三振狙ったけど惜しかったのだ。やっぱり移籍してよかったのだ。広島では散々だったからな。高橋さんなのだ。行くのだ。立った飯、立った飯なのだ。何なのだ。ねねちゃん弁当発売なのだ。ずんだ餅の弁当かな。これが爆売れすれば僕にもお金が入ってくるのだ。人気者になったのだ。学校に行ってねねちゃん弁当の宣伝するのだ。学校ですね。僕なのだ。ねねちゃん弁当の普及に来たのだ。そうなのだ。この弁当を今日から給食に出してほしいのだ。ねねちゃん弁当は大好評だったのだ。まさか自分で売り込みに行くとはたまげたな。今度は何なのだ。眠い選手へ。私は眠い選手の大ファンです。眠い選手の活躍いつも見ております。最近は毎秒オールスター投票しています。ファン投票1位は私に任せてください。
なんか熱心なファンがいるみたいなのだ。これはもらっておくのだ。今日は病院に行くのだ。病院？もちろんねねちゃん弁当を置いてもらうためなのだ。またかよ。そうなのだ。ここにねねちゃん弁当を置いてほしいのだ。ねねちゃん弁当を置いてくれるならいいのだ。来たのだ。ねねちゃん弁当を食べたらすぐ良くなるのだ。どんな弁当なんですかね。これで病院でもバカ売れなのだ。おい眠い、はあ、俺もようやく一軍に戻ってきたぜ。対戦機会があれば面白いのだ。その時は負けねえぜ。早速出番来たのだ。1点差での登板か。1点の好投を見せました。ピッチャーは連敗ストッパーネム。ブルース相手でも手加減をしないのだ。追い込んで投げました。打った。先頭ヒット。西川さんナイス。西川ナイス。投げました。変化球空振り三振。西川走った。外れたキャッチャーに。ランナーは西なのだ。でもこれで同点のランナーが得点圏だぜ。三振取ればいいだけなのだ。投げた。打ちました。ショートバウンドボールを掴んだ。これでツーアウトか。ライオンズなおもピンチが続きます。さあこれが試合を決定づける場面となりそうです。内さんは厄介なのだ。次はピッチャーだからワンちゃん。投げた。敬遠。歩かせるのだ。さよならのランナーなのに出すのか。ボール。第3球を投げた。ここは勝負を避けました。投げました。ここは浮かせます。ランナー2人を置いて迎えるバッター。俺じゃねえのかよ。ライオンズ一打同点のピンチを迎えています。読めない監督なのだ。奥井まだいるはずなのだ。もちろんいるぜ。ワンちゃん奥井と対戦できると思ったのに。でも奥井よりもっといいバッターいたのだ。ピン。第9投げました。マシンで捉えた。嘘よ。抜けた。抜けた。源田さん今の取れるはずなのだ。最終回で追いつかれました。1対1。これで同点だぜ。ここは取れませんでした。今日元気のない小園。ライオンズ1打サヨナラのピンチ。一気に楽天サヨナラあるぞ。ストライク。まずは決めてきました。初球ストライクから投げました。打ちました。打球はライト右へ。サヨナラ来たー。転がっている。サヨナラ。サヨナラ負け。最悪なのだ。これはカープ時代の眠いだったな。本日のヒーローたちのインタビューが。最悪なのだ。やっぱり菊池さんを歩かせたのは失敗だったかもな。ライオンズピッチャーを変えてきました。連投か。ピッチャーは連敗ストッパー。9回の裏1点も追いかけます。それともう投げた。見逃し三振。バッターはロマンあふれる長距離砲中村。次は5球目投げた。連続三振。低め1回見逃し。打った流し打ち。ブラ負けた。試合終了。ライオンズ見事勝利を収めました。さて今日のヒーローは勝利投手の田口。今日はしっかり抑えたのだ。完全にやり返されたな。やられたらやり返すなのだ。岸さんなのだ。行くのだ。立った飯、立った飯なのだ。松田ライオンズピッチャーを交代します。カープ何としても得点を挙げたい9回です。バッターは堂林投げました。初球から打ってった。ライト前に出る。掴みました。よしよし。これでワンアウトランナーはありません。打順はトップに帰る。第9投げました。初球打った。源田ボールを取る。ショートから一塁送球。あっさりツーアウト。小園いい当たりでしたがショート正面でした。さあいよいよ俺だぜ。バッターは代打奥井。監督空気読んだのだ。ついに対決実現だぜ。まず初球は第9投
投げました。おいこら、手が滑ったのだ。嘘つけ。レム、おいこら、いくすな。また抜けないようになのだ。ふんす。打ちました。これはピッチャー。走れ走れ。レム、今拾った。一塁送球。よっしゃー。クソが。ピッチャーのエラー。危険球を投げたからだぜ。お食いにそんなバットコントロールはないからまぶれなのだ。バレたか。チャーのエラー。か、ダイソー起用します。熊田、一塁に入りました。バッターは3番、坂倉。今日はここで終わらせるのだ。まずは一塁牽制。タッチセーフ。第9、投げました。初球空振り。一塁へ牽制球を送ります。1球目空振りから。走ったー。ストライク。これは無理なのだ。盗塁を許します。三振取ればいいだけなのだ。4個目の盗塁を決めています。1球外した。ボール、ツーアウトランナーなしから俺のヒットで奇跡の同点だぜ。あれはヒットじゃなくて僕のエラーなのだ。え、そうだったのか。左バッターボックスは佐野さんなのだ。佐野さん決めちゃって。1三振、投げた。初球決まってストライク。まずは入れてきました。走った。これはゆうゆうセーフ。盗塁を許します。坂倉、今シーズン4個目の盗塁を決めています。打ちました。いい当たり。さよならだ。二塁ランナーそのままホームへ向かった。さよなら。痛恨のさよなら負け。いや、まさかこんなことになるとはな。さあ、本日のヒーローは2名。広島戦で2敗とか最悪なのだ。でも自責点悪いなのね。気分転換に久々に麻雀するのだ。大会に出るのだ。ロン、ユイイソ、ヤクミツル。ロン、サンアンコ。ムムム。ロン、ジートイツ。ツモ、ダブリー。手応えありなのだ。ドキドキ。ハーン、なかなか優勝は難しいのだ。ライオンズ、ピッチャー交代です。交流戦最後の登板なのだ。ベイスターズ、なんとしても得点を挙げたい9回。タイミング合いません。打った。源田、掴んだ。一塁送球、アウト。これでは連行追い込んでまいりました。パーム、空振り三振。根室、ナイスピッチング、うん、バッター、どんどん来た。なんで奥井がいるのだ。大きな声援をまた2軍に落ちたんだぜ。アウト、際どい球、ボール、第2球。ボール、いらないのだ。第3球を投げた。インロー見送ってストライク。第4球を投げた。これも見た。パーム外れても。選球眼いいのだ。5球目ストライク。さあ、次の1球が最後となるか。打った、アルボー。第7球はフンス。アウト。これは手が出ないな。見逃し三振。ライオンズ見事勝利です。さて、本日のヒーローはブランド。交流戦は微妙な結果だったのだ。源田さんなのだ。行くのだ。立った飯、立った飯なのだ。交流戦終了なのだ。優勝は巨人だったか。パリーグは負け越しなのだ。オールスターなのだ。今年はどうかな。1位来たのだ。大マジか。あの手紙くれたやっこ勝ちかもしれないのだ。交流戦の順位表なのだ。上位はセリーグだな。うちは9位だったのだ。オールスター投票なのだ。先発の1位は小山やんけ。ようやっとるのだ。結構差があるのだ。人気者がついたのがでかいな。これなら逃げ切れそうなのだ。
交流戦で奥井と対戦できたけど、対広島戦は散々な結果だったのだ。しっかり切り替えて次のオールスターに向けて頑張るのだ。続くのだ。